どうもピオキングです。今日はこのコースやっていきます。マリオ&ルイージズアドベンチャー3、マリオとルイージの冒険3ということですね。で、説明文にロングトロールレベル過去最長かもしれない騙しコースって書いてるんですよ。いや、このコースねちょっと古いんだけど、この制作者さんとても素晴らしいトロールコースを作ってくれる方なんですよ。そんな人の過去最長の騙しコース、これは気合い入れてやらなきゃいけないね。そんでサムネ見てくださいよ、めちゃめちゃシュールで可愛くない？何このマリオとルイージ、ダイエット成功しすぎましたみたいな体になってんじゃん。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.72%。 そういや皆さん、夢を見て叫びながら起きたことってありますか？そんな漫画みたいな世界を私先日経験しました。どんな夢を見たかと言いますと、兄ちゃんから斧を持って追いかけられる夢でしたね。いやマジでめちゃめちゃ怖かった。いやマジでうわーって言いながら飛び起きちゃってさ、というかこれ邪魔なんだけど左右から抜けれないのかな。外枠ダマダじゃねえんだよ。アニメのキャラクターとかゲームのキャラクターとかだったらまだ良かったのかもしんない。でもね、家族からそういうものを持って追いかけられる怖さ、マジでみんな知らないでしょ。うまい具合に挟まってんな。これさ、オンオフ変わんない？このピースイッチが鳴りやんだらさ、頼む変わってくれオンオフ。夢見んな。でさ、そういうわけわかんない夢を見ると、夢占いっていうやつを僕するんだけど、みんな知ってるかな夢占い。でその斧で殺されるやつを占ってみたんだよね。そしたら今よりもっといい方向へ物事が向かうでしょうって書いてたんですよ。いや合ってるかな、実況で言えばどんどん悪くなってるような気がするけど。でここで中間ポイントゲット。今日はピンクコインコースみたいだね。 1,2,3,4,5,6,7 枚か。これちょっと入りにくくないかな、なんでこんな設置の仕方したの。左下から行きます。50コインはわざわざ取らギャッ危ない。これさ、キノコいると思う。いやいや、いらないと思いますよ。キノコ取ったらこの先進めなくなるもんな。隠しブロックは、え、雲はどういう意味？それ教えろ。ただ今のでキノコがいるっていうことが分かりました。何やってんだお前。しかしピンクコインが6枚もあれば一つ一つがそんなに長くないとは思うんですよね。さあここはちょっと下行けにくくな、隠しブロックがあるのね。でここで雲に乗ればしゃがんでいけろ。しゃがんでいけるじゃん。どこに？一度この隙間に入れば逆に上を進化しておこうか。でここは左はダメだよな、戻ってこれなくなるからさ。でここの近くの脇も叩かねえよ、今日は長い戦いになりそうなんだ。うん、これむずくね。これ走ったら取れるんかな。走って取れるじゃん、簡単なことでしたよ。さあ動画に入ってんの。お、もう終わりじゃん。え、こんなんだったら6枚か7枚か知んないけどすぐに終わっちゃいますよと。で次はどこにしようか。なんだこのできるボンは。次は真ん中のドア行きます。ドアから攻めて最後に土管で攻めて。わあ難しそう、すごく難しそう。これジャンプしてさ土管に入れないパターンなんじゃない？助けて。そういや最近こんなコメントもらったんですよ。最近博多に行ってきたんだけど、博多っていうのは博多美人がめっちゃ多いですねって。いや福岡っていうのはイケメンもマジで多いからね。そう私みたいにね。トークと噛み合ってない。クッパの出てくる場所がもうちょっと空気読んでくれよ。うん、カロのコーラなくしちゃった。これオンオフ変えると何も出てこんのかい。クッパを出せるやつがな。でね、前も言ったことあるんだけど、福岡に住んでねえくせに福岡の言葉喋んなっていうコメントがショート動画できちゃってさ、いやマジで住んでるんだよなと思って、もう耐えすぎるなって。もう1回でいいんだから。そう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 。でここでクッパを倒します。倒せんのかい。じゃあ一発で倒そうか。ちょちょちょ、どこに連れて行く気だ。早く脱げ。邪魔すんなりおつかきじゃ。まあ僕の動画を見てくれてる人の中でですね、アンチ的なコメントするような人はいないって信じたいんですけど、もしそんな方がいれば他の配信者さんとかにもやめてあげてほしいなって思います。そういうのってやってる方ももらう方も気持ちよくはないよな。意外とね、大人になってそういうのって返ってくるもんなんですよ。僕今結構いいこと言ったよ。成敗されるようなこと言ってないじゃないか。このコースのアンチ的なコメントは私が許す。それは最低だって。いやちょっと待って、これはさバーブロックいるんじゃない？っていうかここ進みにくくない？キノコ取ったらいけなかったとかそんな感じ。いやいけるよな。でここでチビになります。やっぱりキノコいるんだね。何これ、すごく気になる場所がめちゃめちゃあるんだけど、とりあえず左上でハテナブロックから叩いてみようか。え、何ここに落ちてくる、落ちてくるのかな。落ちてくるで、土管に入れさせた。やっぱりこのパーブロックいるんじゃない？叩いた瞬間にすぐにパーブロックを持ちに行く。
いや絶対間に合わないよな。あのパワーブロックを土管の前に置いてさ、それで入るかなと思ったんだけど、え、じゃあどうやってあの土管入るんだろうね。てかこれ進みにくくない？もうちょっとさ、あー、この土管は左をシーパーしても入れないんだよね。だから足場になる何かが出てくるとは思うんだけど、このちくわブロックか、もしかして。このちくわブロックに乗って左をシーパーすれば大丈夫。多分これでもう終わりなんでねえの。ほらほら、じゃあ次行こうか。こういうたくさんピンクコインがあっても一つ一つが短いから、なんかめっちゃやりやすいよね。さあこれ、おー欲しいの。ボムヘイ着火しないんかい。あれ、あ、これはドアに戻ればいいっていう話かな。ちょ、待て待て、それポイントだ。そして皆さん気がつきましたか、今日私おとなしめに実況しててるんですよ。出せ出せ。いやそれがさ、暑さのせいか体がめちゃめちゃバテ気味で体力は全然ないんだよな。リポビタン D は飲んでは見るんだけど、ああいうのって結構気休めな部分あるじゃん。ごめんね大塚製薬社社、そういうつもりで言ったんじゃないのよ。っていうかこれ上と下どっちだろうな。じゃあ下の扉入っててみよう。まあリポビタン D って体力が害するわけじゃないよね。生きてる、ちゃんと生きてる。でももう明日が見えない。ここコインとか、それを早く言わんか。ただこれで右下の扉はもう終わりっていうことだよね。なんか一個得した気分だね。さあ土管に入っていきますよっと。でここはどうすればいい。また砲台下に落ちるんじゃないのか。ハテナブロックを叩きます。すると右のこのブロックは開かないのか。じゃあノコノコを取りに行けないわ。え、これどうするの。こっからなんか出るみたいな。鉄球出てきてくれんのね。さあ、いや待てよ、こっちも。はい、よし、うますぎ。このコースはね、古いコースだからバグなしっていうのは分かってて、だがめちゃめちゃ面白いじゃないか。かぶっていけばいいのか、それとも、いや僕はかぶっていきたいと思いますよ。かぶってここでオンオフ。このメット投げなきゃいけないっていうのは分かってるんだけど、投げた後もマルサしてきそうなんだよな、こいつ。ついてってみる。お、見てよ、にぐこれにぐにぐにぐ。え、どうしようか。これさ、チビにならなくちゃいけないのかな。うわ、左に針があるのがすげえ怪しいんだけど。いや、チビにならなくちゃいけないね。じゃあチビになっていこうか。ドアの上にさ、バーブロックがあるからチビじゃないと進めないみたい。じゃあチビになっていきます。よー、ならばここはどうするんだって話を。もしかしてこのフラワーを取らなかったらいいみたいな感じかな。これで先に進める。で、オンオフ欲しいの。あれ、左進めんくね。これ右のドア入るしかないよね。あら、このピンクコイン取らなくていいのかな。まあ一旦入ってみようか。これで終わりじゃん。うわ、あのピンクコインどうやって取るんだろうな。いらなかったみたいな。まあちょっとそこ置いといていいかな。後回しにします。多分さっきのところ分かってる方いるかもしんないんだけど、マジで分かんないんだよね。まあ次の土管行きますよ。ここは何もしない。メリーゴーラウンド。テレさんは何もしなくてもすぐにやってきます。なら僕はすぐに下に行きまし。右を失敗しても行けなかったんですけど。なら針の上乗っちゃってみようか。これで大丈夫だろうか。で、フラワー取りの結局チビにならなくちゃいけないよな。なんだよこのフラワーの意味は。じゃあここでチビになって先に進みます。いや、そんなところ引っかかるわけねえだろ。じゃあピンクコインを取っていこう。天才ですか。これは引っかかるわ。じゃあこの真下だよな。真下違うんかい。ならバーの中に落ちちゃっていいのかな。で、出れるみたいな。すげえ。こんなのあるんだね。じゃあカロの甲羅脱ぐしかないよな。で、オンオフをしなきゃいけない。しなきゃいけないっぽいな。下瞬間僕は右を審判、右を審判、右を審判。これで大丈夫。ここの罠面白いのばっかりじゃん。本気出してきたって感じだな。じゃあ避ける。で、避けた後もう一回オンオフをしなきゃいけないんだよな。もうお前邪魔すんだ。もう上に行きにくいんだけど。もういけ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 、もう頼むって。もうマリン、もうなんか全然いけねえんだけど。あ、これ乗っていけってか。乗ってジャンプ。オッケーオッケー。で、オンオフ C ので、下に行きます。うわ、もう何もしてくんだよこの上方。どーたくさま、こんな難しいことさせんの。これさ、あんまりテクニックがない人だったら絶対いけることできねえぜ。じゃあこのドア入る。なんでキノコが3つ重なってんの。こんな四角の枠なんかいかねえよ。うわ怖い、これ取っちゃっていい。取っちゃって、どこに連れて行く気。まだ間に合うよな。で、もう一回取る。結局取れねえのか。じゃあドアに入っていこうか。ドアに入れませんけど。邪魔だ。ここでキノコを取ってすぐ左に逃げる。これでドアに入れるっていう感じなんじゃない。あ、やっぱそうだよな。で、ここでドアに入って終わりかな。終わり。
ありだね。じゃあラストの土管行こうか。残り2枚か。じゃあこの土管で2枚ないとあの鍵扉に入れないっていうことだよな。何もしない何もしなかったらいいこともあるもんだよな。さあ上もピンポンって言われた。2分の1あったんでねえの。でオンオフしいの。やめてください。結局下に連れて行かれるんじゃないか。オンオフして右に逃げる。でこのブロックは。で下行けるわけないですよね。あんなトランプジャンプ僕決めることできないよ。そんなテクニック持ってねえって。じゃあこのクパクラ乗れんのかい。クパクラクパクラ。これさ上手い人だったら真ん中綺麗に抜けてトランプジャンプするんだろうな。ごめんちょっと一回だけさせて。いや引っかかるっていうのは分かってる、分かってるんだけどやってみたいのよ。ヘラヘラすんな。すいません無駄な時間を使わせてしまいました。じゃあ右行って左。いやこっからだよな。でもこれでどうすんだっていう話よ。ここでチョランチョジャンプ決めろってか。あこれはちょっとちょっとちょっともう攻略したも同然よ。ここに隠しブロックがあってフラワーがあって、このフラワーを通って下に行けということですね。でこれはどっち、右左どっちでも良さそうだな。あー行きたくねー、すげー行きたくねーけど行かなきゃ取れないよな。うん多分変わんないよね。じゃあこのピンクコインどうやって取んのよ。食べてんのか。このピンクコインを取ったとしても1枚しかないわけじゃん。やっぱりさっきのピンクコイン取らなくちゃいけないんだね。いや待てよ、分かったかもしれん。さっきさ右下の扉入った後に上の土管に入ったじゃん。じゃあ最初からこの土管に入ったらどうなるんだっていう話だよな。オンオフが変わってるっていうことは仕掛けも変わってるんじゃない。これでノコノコ取れますみたいな。あやばそうだよな、そうだよな。でもう一回ノコノコが必要で、このままノコノコついてっちゃってみよう。お前危ねえな。で右に行きますと。でこいつは何、鉄球か。ならこのまま僕は進ませてもらいますよ。これでファイヤーちゃん来れる、来てからの、僕はどうすればいいのかな。誰か助けて。どっちも頼むんだ、連絡がきついのよ。さっさ来いよ。この制作者さんはね、今はあんまりトロールコースを作ってはないみたいなんだけど、今後も作ってほしいと思いますね。とネタ不足解消のために言っておこうかな。これ上からでよかった。じゃあここでボムを爆発させる。なんか下爆発したけど、これでいいんじゃない。はいダメ。こっから着火か。あこっから着火できないんだ。なら下に行きます。でここでボム片を投げて右上に逃げればよかったのか。キノコ状態なくしたから悪かったんだね。さあこのまま行っちゃっていい、上に連れて行かれるとか。ゆっくり行って、いつのタイミングでオンオフが変わるか。あこのタイミングで行けんのね。でチビになります。でこれでさっきのピンクコインがと、ピンクコインなくない、この下だったっけ。あるじゃん、ありがとう。ピンクコイン取らせてくれる。このバーは上向きだね、だから取れると思いますよ。さあこれでドアに帰ろうか。よっほほほし。最後の一枚だね。これでゴールなのかな。なんか右下とか左上も気になるけど、まあドアに入ろうか、特に意味はないと思いますよ。キーです。キー取ったらダメみたいな。まあまあそんなこと言わないで、これはジャンプする以外にないよね。抜けません。ごめんみんな、絶対隠しブロックないっちゃ思っちゃった。ここなんで今度はないの。こんなのおかしいじゃん。え、さっきと場所一緒やんね。鍵はすんなり手に入れることができたんだけど、隠しブロックが出るときと出ないときがありますみたいな。いやそれはマジで意味わかんねえ。まあ今度は出ないと思うから先に進んじゃおうか。で上から行く、下から行く。上のあの坂は通れないっていうことは僕は知ってんだ。じゃあスーッと土管に入っちゃおうか。右下のフラワー気になるけど、あれは取らんでいいでしょうきっと。で上はどうするか、なんか出てくんの。あっ、あっ、危ねえ。いやドッスン出てきたところでクマがいるからさ。で下からなんか出てくる、出てこない。出てこないのか。なんか出てきてくれてもよかったんだよ。じゃあパウを叩いてからまた津田に捕まれませんでした。ここは何、知り耐久みたいな感じっぽいね。このキノコを避けながら鉄くずに当たれっていう感じかな。これちょっとなんか最近さ、このアイテムを避けながら敵に当たるっていうの多くない。しかもこれ本当にマジでもうこういう知り耐久いいから、これ全然上に行けねえさ。上に行けたところでこの鉄くずが出るタイミングと一緒じゃないと当たれないみたいな。あこれ左も行けんじゃん。こっちはこっちのが難しいじゃねえか。
ちょっともうここ大幅カット入れるかもしれない。頼む、1回ぐらいはカットなしで当たりたいです。キノコじゃねえんだよ、当たるぞ。こここれ左の方が絶対むずいよね。あ、左結構いけんじゃん。で、右でうろうろしてる間にここで左ジャンプ。おらー、知りたいけねじを食べるんだ。扉があるってことは足場があるってことだ。消えたよ、叩く。オンオフが変わるその瞬間に上。オーケーオーケー、これでゴールができるんじゃないのか。どっちから行くこれ、上危険性。あんなところから行きたくねえ。だからこっちが、あ、ここ通れないのか。じゃあ上は行けないのかな。あれ、ここなんか左行けませんけど。見えないところにいろいろ設置する。この山だ。だがこれでもうゴール方法は分かった。あのブラパが引っ込んだ隙に斧に触れる。それ以外ないと思いますね。さあタイミングを見極めろ。こかー、やったいやこの方が作るトロールコース本当に面白いね。久しぶりにバグなしで楽しいコースをやらせていただきました。どうもありがとうございます。はい、それじゃあ次のコースは一発マリオ。ゴールは目の前なのに説明文はそこそこ難しいです。サムネを見る感じ、羽のついたブロックが9個あるんだけど、それがこっちに向かってくると思うんだよね。そのブロックにコインが入ってて何枚か取らなきゃいけないっていうコースなんじゃないかな。いやでもめっちゃ狭いと思うんだよな。どんなコースなんだろうね。それじゃあやっていこうか。クリア率は 0.5%。多分あのブロックはふわふわ浮いてくると思うから全部取らんでもいいと思ったけど、コインを全て9枚取ってからゴール。え、そうそうと全然違うんだけど、このブロックの中にあるコインを全て取ってからゴールって、これどうすんだよこれ。何これ、思ってたんと全然違うって。どうすんの、どうすんの、どうすんの。しかもさ、時間が10秒しかないんだよね。一番下叩こうか。転がるのがダメなら幅跳びだ。で、このブロックをなるべく左に来させておいて、で、右に行けるようにする。あ、これいいんじゃない。いけませんけど。逆に考えれば10秒もあるってことだよな。あ、一番上出させようか。あ、これめっちゃいいんじゃない。最初の上2つを出させておいて、ここはちゃんちゃんちゃん。チョコ任してんじゃない。でも少しだけのルートを見つけつつあるよ。なるべく左に持ってきて上2つを叩きます。で、ここも叩く叩く、テトリスみたいな形にしておいて、こっからもゴリ押しでブロックブロック。いや絶対これで合ってると思うんだよな。左に持ってきた方が右のスペースが生まれるから叩きやすくはなると思うんだよな。これいいんじゃない。取る、1、2、3、来た来た来た。いやこれは本当に難しいと思うんだけど、たまたま運よく早くクリアできた気がするね。すげえ面白いコースでした。どうもありがとうございます。そしてご視聴ありがとうございました。